こんにちは、マセン6494です。今回は、ドッカンバトルの宇宙サバイバル編、力の大会ラストバトルをやっていきたいと思います。セットハードを中心に、サクサクってやりたいかなと思います。ノーマルはもうすでにクリアしちゃったので、Z ハードのみですね、やっていこうかなと思います。変身。ちなみにですね、このパーティーのローゼさんの必殺技レベルを10にしました。なので、ちょっと見たいかなと思いまして、最初に持ってきました、今。なかなか強いですね。100万弱ぐらいは常時出してくれるので、やばい。パッシブも必殺技時に 100% アップだっけな、があるので、さらに倍増してくれると。18号手に入ったから嬉しいな。ダメージ受けても直線していくっていうね。多分100万超えるんじゃないでしょうか。相性と火玉的に。さすがに9面ぐらいあるから10分では終わらない感じするな。ロゼパーティーみたいな感じだな。さあ、大きさもっと大きかったやん。あ、
けなく終わる。最強への挑戦。ビールすいたぞ。ワンポンいけんのかな。さあ、いきましょうか。ワンポンいけた。10分と競争的な感じ、今7分なんですが、いやでも言うて一つの場所に1分で行けばまあギリ間に合う的なやつだよね。クリアタイム出るからな。ここだっけな、なんか怪しいんじゃねこれって思ったの。なんかワンパンされんじゃねこれっていうところが一箇所あって、それっぽいんだよな。なんかやつでしょ、怪しいんだよなこいつ。やべやべやべ、何なんだろうあれ、何がしたいんだろう。結局死ななかったけど、すげえ時間食った。
全然時間食うな。あと3年もある。あと2年。身勝手極まった。こっちでも極まってほしいな。さあ、どうか。さあ、ラストです。長かった。なんだかんだ15分ぐらいかかっちゃうね。さあ、行きましょう。ラスト。おこじれん。もうちょっと書いた。そして終了。これかっこよかったね。長くなりそうなのでスキップします。ということで、ドッカンバトルの宇宙サバイバル編、力の大会ラストバトルでした。はい。で、なんだっけ17号と18号進化させる、覚醒させるにはメダル必要みたいな、最近らしいの俺集めておこうかなと思います。
はい、ということで、よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。じゃあね。